ちは。あ、そうだ、僕もちょっとやってるバンド、港町金次郎とバスへのキャバレーズ、CD が出ました。ちょめちょめワンダーランド、山城慎吾さんが出てます。出てるっちゅうか、あの、映ってます。それでですね、僕も3曲ほど恥ずかしながら叩いてますけど、あとあの Apple Music みたいな、ああいうのなんて言うんでしたっけ、 Spotify とか忘れちゃった。あれ、ああいうので音楽聴くの、なんつうの、ストリーミング、あれ違うな、サブスクか。はいはい、もういろいろね忘れちゃって、まあ英語だから、いろいろ忘れるっちゃ、やっぱこの前また財布を丸ごとある場所に忘れてですね、10分後ぐらいにないってなって、してって考えたら、あ、さっき財布出したとこに忘れてるかもと思って戻ったらですね、ありましたね、ちゃんと拾われてっていうか、あの、預かられてましたね。よかったよかった。まああの忘れ物はね、明らかにここ 2,3 年増えてますね。なんでしょうね。あとね、やっぱね、視界が狭い、いや視界狭くない、結構見えるのに、180度に近いぐらいまで見えるんですけど、物をね、なんか探すときにね、その探す能力がだいぶ落ちてますね。行ったことない施設とかに行って、トイレとか探すときに、あの、書いてるじゃないですか、お手洗いとか。あの看板をね、探すのがね、目の前にぶら下がってんのに、あの、気がつかないとか。なんでしょうね。探してるふりして、探せてないんですね。昔と同じように、頭も目も働いてるよって思い込んでるだけで、実はね、働いてないんですね。目も頭も脳みそも。そんなわけででしてね、そんな感じなんですが、行きたいと思います。1分間レッスンどうぞ。はい、1分間レッスンです。タイマーを1分にして、今日はですね、何喋るんだっけ。あ、わかりました、行きますよ。よし、スタート。はい、ドラムをね、始めたばっかりの時にですね、自分は練習が足りないんじゃないかって思ってる時に限ってですね、雑誌のインタビューとかで練習はね、あまりしたことがないとか、上手い人に限って練習したことないってね、言うんですよ。嘘ですから。練習めっちゃしないとね、あの、上手くなれないんですね。あれはですね、嘘なので信用しないと、安心しないでください。そういうの見て、あ、なんだ、練習はあんまりしてないんだみたいな、それないので。あとね、どうしてもうまくいかないっていう人たくさんいると思うんですけど、ちょっとね、やっぱりね、常に心がけないといけないのが力を抜く。でもね、力を抜いて叩けるようになるにはね、すごく長い時間がかかるのね。でもだんだん力を抜きながら叩けるようになってくるから、その過程でやっぱりそこが上達っていうことなんですけど、上達にはですね、キリがないんですね。僕もやっぱり気がつけばすごく力が入っている時がたくさんありますから、それでもですね、常にやっぱり力を抜かないとうまくいかないんだなっていうのを常に念頭に置いてですね、練習していただければと思われます。 あれなんか僕の指に反応しないんですよね、最近スマホね。手がカサカサなんでしょうか、水分がやっぱりね、これも老化ですかね。スマホがね、反応しないんですよね。ありがとうございました。はい、1分間レッスンでした。今日はですね、ドラムを始めたばっかりの人とかがよく抱える悩みを、についてちょっと話そうと思ったんですけど、あんまりためになってないかもしれないですね。それでですね、今日の本題、今日ですね、いろんなチェンジアップがあると思うんですけど、もういろんなのあるんですけど、今日はですね、こういうのをちょっとやってみようかなと。シングルストロークと、あ、シングルストロークの例えば8分音符、タン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 
タン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 、まあよくあるチェンジアップの一部分ですけど、今日はですね、あとよくあるのがダブルダブル、右手右左でタン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 っていうのもあるんですが、今日はですねシングルと、シングルというかオルタネートスティッキングと、ダブルストロークっていうか、まあディドルっていうんですか、右右左の混合技、これをですね紹介した。しかもですね、右スタートと左スタートがいっぺんに楽しめる、そういう内容になってますか。スピードよりも、切り替えのところのチェンジ、そこがね大事なんですよ。そのリズムが変わるとこがうまくピッと変わるように、そこが一番大事なので、早くやるのも大事かもしれないですけど、そこがちゃんとできてないとスピード上げてもでしょ、スピード上げれば上げるほどね、分かんなくなってくるんで、ごまかしが効いちゃうんで、ゆっくりなんだけどしっかりとできるように。でですね、発表します。いいですか、ちょっと今メトロノームを鳴らしましょう。最初はちょっと60でやりますけど、あれ音が出ない、出ました。タン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 、ここはねシングル、シングルというかオルタネート、その後ディドル、右右左左でいきますよ。タンタントントンタンタントントンタンタントントン、してここで4拍子でもう一回8分に戻るとまた右スタートなんですよ。じゃなくていきますよ、3連の部分をちょっと長くします。ワン・ツー・スリー・ハイ・オルタネートでタンタン、ダブルでタンタントントンタンタントン、もうちょいタンタンタン、あ、間違った、ダブルになった。もう一回いきますね、ワン・ツー・スリー・ハイ、タン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 、3連の部分を、6拍子分やることによって左スタートと右スタートが交互に繰り返して練習できるようになるので、っていうのを今日は紹介します。まあ、いろんなパターンがある、いろんなのいくらでも考えられるんですけど、それでいろんなのあるからできない、あれもこれもやらないとダメで無理みたいな、そういうふうに思う人もいるかもしれないですけど、違うんですね。例えば今日やったやつは、これちょっとできないな、難しいなと思ったら練習してできるようになると、他の部分のね、今までやったことないような形とかもできるようになってる、もしくは今までやったことないようなやつも、少しできるようになってる。ドラムはでもその積み重ねです。何でもかんでもこれも100点、これも100点にしなきゃじゃなくて、自分のできないものをしっかりと練習してですね、そのできなかったもののレベルをピッ上げることによって他のものもできるようになってますから、そこはですね、のんびりと。で、練習はですね、のんびりじゃなくてたくさんやるんですけど、その気持ち的には焦らずに、やることをやる、やることをやるというか、できないことをやる。それの積み重ねなんですね。はい。というわけで、今日はですね、そういうお話でした。はい、ありがとうございました。